は、イーコンセプションの福島真紀子です。今日は、アボカドパワーでヘルシー&ビューティーというタイトルでお届けします。アボカド。これね、皆さんもご存知だと思いますけれども、このアボカドっていうのは実は木になる実なんですね。フルーツ。なんだけど、普通のフルーツと違ってとてもユニークなんですよ。で、何がユニークかっていうと、油分を含んでる。普通フルーツって油分含んでないですよね。そこがすごく変わってて。で、まあ通称森のバターなんて呼ばれますよね。そのね、アボカドのこの真ん中にあるこの種のところですね。ここのところを抽出して絞ったオイルがアボカドオイルなんですよ。で、このアボカドオイルっていうのはですね、侮ることなかれ。これすごいんです、パワーが。いろんなものが入ってるんです。それでもうヘルシー&ビューティーって書きましたけど、健康にもいいし、もうお肌にもいいというね、優れものなんですね。で、ちょっとそのお話をどういうところがすごいのかっていうのを聞いていただきたいと思って、4点に分けて解説してまいります。まず1番目。1番目はね、油分がたくさん含まれるって言いましたよね。不飽和脂肪酸っていうのがね、70% 含まれる。ね、これオメガ9ですよ。オメガ9ってやつですね。で、これオリーブオイルにも含まれるんですけど、何がすごいかって、善玉のコレステロールを増やして、悪玉のコレステロールを減らすっていう、もう理想的な作用をしてくれて、で、その結果、血圧が下がる。だからね、心臓の健康にいいんですよね。うん。そして2番目。2番目はね、抗酸化物質が入ってるんですよ。で、特にカルチノイド系のルテインっていう物質が入っていてね、これが、目の健康に良いとされています。しかしながらルテインというのは、体の中では作れないので、外から取ってくるしかないっていう成分で、で、しかも油分がないとね、吸収されないんですって。だからアボカドオイルって最高じゃないですか。油分があってルテインが入ってるということでバッチリなんですよね。なので目の健康のためにアボカド、はい。そしてアボカドオイルに含まれる抗酸化物質というのは肌にも良くて、汗腺に効くっていうデータもあります。で、そして、保湿作用もあるし、外傷、傷をですね、早く治すっていう作用もあるそうです。もう一つ、抗酸化物質の働きで、フリーラジカルの影響を取ってくれるっていうことで、フリーラジカルっていうのはね、老化を早めてしまう、良くないものがふわふわいるわけなんですけども、それをですね、無力化してくれるので、細胞の劣化を防いでくれるっていうことなんです。で、抗酸化物質をそれだけ含んでいるアボカドオイルなので、なんと自分自身も酸化しにくいんです。なので安定して酸化しにくいオイルっていうことでも信頼が受けますね。ポイント。3番目のポイントは、不健化物質っていうのが入ってるんですって。で、これはね、なんと炎症にいいらしいんですよね。膝とか、あと腰とかの関節炎に、いいというデータがあります。で、また、歯肉炎にもいいというデータがあります。要するに炎症を抑える作用なんだと思います。4番目。4番目はね、あらゆるビタミンとかミネラルとかいろいろ入ってるんですけど、特にビタミンね、A と B、そして E が入ってるんですよ。で、これらはね、どれも肌にいい成分なんですよね。スキンケアに入れるとすごくいいんです。肌を、皮膚を柔らかくしてくれたりとか、と保湿してくれたりとか、あと、細胞の蘇生を早くしてくれたりとかですね。結局は、若返りなんですよ。アンチエイジング。これがいい。アボカドオイル。で、アボカドオイルっていうのね、インコンセプションで扱ってるのはオーストラリア産のもので、オーストラリアね、アボカドたくさん取れるんですよね。で、もうとってもフレッシュなものです。で、それをね、未生成なんですね。バージンオイルなの。なので、これね、見ていただけるとわかるんですけど、ちょっとアボカド色をしてます。グリーンな色をしてます。そして、ちょっとね、癖のある香りがします。香りが気になる人は、他のベースオイルの中に 10% から 20、30% までですね、混ぜるといいんじゃないかなと思います。例えば、ホホバオイルとか、スイートアーモンドオイルとか、マカダミアオイルとか、そういったベースのオイルですね。あと、イーコンセプションでは、すでにブレンドしてある、オーガニックマッサージブレンドとか、あと、ファインココナッツブレンドとかっていうのがありますけど、そういったものにですね、10% くらい入れてみてください。そしてマッサージすると、もうそれ違いわかると思うんですよ。肌がね、ほんと元気になってね、若返ってくる感じがしますよ。ぜひお試しください。ただいま、
期間限定でこのアボカドオイルをセールしてます。でちょっとお安くなってますので、この機会にぜひどうぞ、あの期間限定なのでお早めにお試しください。またねー。